はい、皆さんこんにちは。こんにちは。これを収録しているのは、はい、2020年の、はい、12月31日大晦日です。暮れも押し迫って押し詰まってかな、はい、こんなことをしておりますよ。はい。この放送が始まったのは今年になってからでしたっけね。去年のね、うん、年末やってるんで、まあ、大体1年過ぎた感じですね。じゃあこれを聞いてらっしゃる皆さんも本当に1年お付き合いありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。20年12月の、コンテンツを振り返ってみたいと思います。はい、まずですね、はい、12月第1週は、なぜ今女子サッカーメディアを立ち上げるのか、はい、ということで、We Love 女子サッカーマガジンの、石井和弘さん、はいはい、にお話を伺いました。まあ、ちょっと自慢というわけじゃないんですけれども、タグマで、はい、女子サッカーのコンテンツ で、できませんかねって石井さんからちょっと相談を受けてですね、はい、でつなげたの僕だったんですよ。そうですか、そうですか、うん、よかった。どれだけニーズがあるかっていうのがちょっと、見えない部分ではあったんですけれども、ね、うん、実際に始まってみるとですね、結構そのサッカーパックランキングで1位2位とか結構あの読まれてるんですよね。興味はあるけど、うん、情報が意外とないっていう感じが女子サッカーにはイメージがありますよね。うんうんうん、女の人が社会の中でどういうふうに生きていくかとかね、うん、そういうところにも、しかもそれを男性の石井さんが発信できてるっていうのは、確かこのインタビューの中でも、そういう話をしてらしたと思うんですけど、うん、とっても面白いなと思うんですよね。うん、このコンテンツはですね、一応前半がですね、はい、このような形で、まあ、動画で、語っていただいて、後半がテキストっていう感じで、まあ、石井さん自身がなぜ女子サッカーであったり、うん、まあ、ジェンダーですとかね、フェニミズムですとか、うん、はい、まあ、どっちかというと女性の語り手書き手が多いじゃないですか。うん、そうそう、うん、そうするとね、やっぱり男の人たちに伝わりにくいっていう側面はどうしてもあるのかなと思うんですけど、うんうんうん、それを石井さんが語るっていうのは非常に重要だなというか、うん、読者層を限らないという点で、うん、まだまだそういう差別的なことっていうのは多いのかなと思うのでですね、うんうん、広くいろんなサッカーを好きな男の人たちにも読んでもらいたいなって思います。うん、ちょうど2011年の、はい、なでしこの、まあ、ワールドカップ優勝から10年ですよ。うん、そっか、もう、あ、そうだね、震災の年だったんだから10年、うん、でそこから、まあ、新たにプロ、女子のプロサッカーリーグが始まって、はい、これからどうなっていくのか、そうですね、はい、注目したいと思います。はい、第3週が、うん、フットボールネーションという漫画を連載中のですね、はい、大竹由紀さんがですね、はい、まあ、乳がんになられて、うん、しばらく連載がお休みでしたね。はい、お休みになりましたというところでね、はい、まあ非常にまあデリケートなテーマだったんですけれども、うん、ちょうど寛解ってことは僕初めてまあ知ったんですけれども、はい、とりあえず、うん、再発の可能性はあるけれども、まあ、治療は一旦終えますよっていう、はい、そういう意味ですね。そうですね、うん、よかった。いや本当にね、なんかがん告知になった時に、うん、はい、まずそのああこれで休めるって思ったっていうのはね、そうそうそう、それはね、なんかね、うん、まあ、そこまで働いちゃったんだろうなっていうのが大変印象的なインタビューでした。うん、今年はまあ、コロナっていうところで そうですね、まあ、大変だったけれども、ちょっとまあ働き方っていうものを本当考え出すいい機会にはなりましたよね。うん、そうですね、ちゃんと検診は検診には行った方がいいですよ。ちゃんと検診は受けないとっていうところで、まあ、でね、大竹さんも結構この、勇気を持ってこういう、ね、うん、受けてくださったんですかね。はい、大竹先生ありがとうございました。はい、本当くれぐれも健康第一でお願いします。そうですね、はい、最後の週がですね、はい、まあ、今年東京都リーグ一部を突破して、いよいよ来年から、うん、2021年から関東リーグ2部に、はい、昇格した、南葛 SC の、岩本、義弘さんにインタビューしました。これ先月のこの放送の時に、うん、昇格しました、おめでとうございますって言った記憶があるんですけど、はい、そうです。注目したいのがですね、はい、葛飾区に2万人収容のスタジアムができる。で、実は春ちゃんは葛飾区の出身なんですよね。そうなんです、生まれも育ちも葛飾柴又ですよ。
はい、どこにできるんですかスタジアム、どこ辺、いくつか候補があるらしい。金町奥戸ローカルなことを言ったりしてっていうか沿線っていうと、うん、沿線って常磐線つながりと、うん、それから京成線があるんですけど、多分ね京成線沿線みたいです。本当に、うん、でも高砂とかだったらいいけど、柴又とかだったらもうとてもじゃないけどサポーターの人数さばけませんよそうだよね、柴又はないかな、でも場所が、うん、東京23区でね、はい、あのスタジアムっていうとなんかし、渋谷にできるんじゃないかみたいな言われたのが、うんありますね、うん、もしかしたら、はい、この葛飾の方が先にできるかもよって、うん、しかもなんか結構ね最初1万5000人ぐらいで考えていたけれども、はい、実は2万人の方がいいんじゃないかみたいな、そういう具体的な話もしてるし、あとね葛飾区長が結構もう応援しますぜみたいな感じなんだって、どこにできるんだろうな。昔あの柏と FC 東京で金町はもらったっていうのがあったじゃないですか、金町ダービーと言われてましたね、はい、はい、じゃあ金町はもういよいよ本当に葛飾の領土に戻ってくるかもしれないってことですね、うんうんうん、南葛が J リーグに上がってきたら、そうですね、ええ、ちょっとじゃあ本当になんかスタジアムできたらちょっと行ってみたいね、うん、あのこれからが楽しみな、はい、逆にこの時の下町のプライドをかけた熱い戦いが、うん、そう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 始まるかもしれない、何年後かには東東京に、はい、J クラブができるって、うん、なんかもう漫画の世界だったわけじゃないですか。そうですね、イースト東京ユナイテッド、うんうん、ETU か、うんうん、のなんて言うんでしょうね、これがこう本当にリアル版な、墨田区違ったかな、浅草じゃなかった、浅草って何区だっけ、浅草は何区だ浅草、うん、台東区だ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 、上野とそばだ、はいはい、そうだそうそうそう、失礼しました台東区という感じでなんか、はい、イースト東京ユナイテッドのなんかこのリアル版が、はい、そうですね、しかもキャプテン翼の世界観を持って実現するという、本当にこう漫画とリアルとの境目がなくなっていく、ね、漫画はね夢みたいな世界だっていうけど、それが本当に現実になっちゃうっていう、うんうん、すごいことですね。それってなんかそういえばその大竹さんのフットボールネーションの天皇杯にね、うん、アマチュアのチームがどんどん勝ち上がっていくっていう福山の話とか、うん、はい、なんか夢見る力ってやっぱり大事だよねっていう、うんうんうん、そう天皇杯なんですけれども、はい、1回戦から決勝までこう取材したものをですね、はい、ノートで、うん、マガジンにしまして、100回目の天皇杯漫遊記というのを、100回記念ですもんね、はい、ということで、はい、1000円で絶賛発売中でございますので、1000円は全部最初からのセットなんですか、はい、今100回目の大会の、はい、一つ一つ値段ついてるんですけれども、はいはい、絶対こちらの方がお得ですので、ぜひちょっとこのアマチュアが1回戦から5回戦まで戦ってきた、はいはい、多分今後もない、コロナ禍での天皇杯を振り返るという、そうですか、はい、趣旨でやっておりますので、はいはい、なるほど、はい、いただいたお金はおひねり、おひねり、おひねりですねおひねりというか、来年もまたその天皇杯の記事が読みたいなと思った方は、うん、ぜひともお買い上げいただいて、はい、来年のロギンにしたいなと思うわけですね。バラバラで買うと高くついちゃうのね。そうなんですね、うん、こんな感じでもう、はい、遡っていくと、まあ、1回戦になって、筑波大ファンの方も、はい、本田 FC ファンの方も、福山ファンの方も、はい、てか今年の天皇杯ってそもそもどんなだったのって思っている方も、うんうんうん、ぜひぜひ、はい、そしてフロンターレサポの方も、そうですね、ガンバのサポの方も、はい、ぜひぜひ引き続きですね、はい、鉄一堂の方でも、フットボール不動機、はい、絶賛発売中でございます、はいはい、結構ここから注文いただいてですね、多分もうすぐ200冊ぐらい売れるかなと、うん、書き手が自分で売っていく時代なんだなと、はい、産地直送ですね、うん、ここから買っていただくと漏れなくサインがついてくる、はい、そうです、はいはい、ウェブマガジン会員の方はその旨お伝えいただければ、ポストカードも、
ついておりますので、なるほど、はい、あと6時間ぐらいで、まあ、2020年終わるんですけれども、うん、はいはい、一番印象に残った試合って何ですか、うん、一番印象に残った試合、はい、今年、うん、今年やっぱあれだね、天皇杯準々決勝の、ブラウブリッツ秋田対、はい、福山シティ FC でしたね。それは確かにあの、うん、その組み合わせにまさかなるとはっていうぐらいに、うん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 、ずっとてっちゃんが取材していた、うん、あのチーム同士の対戦になって、うん、めちゃくちゃてっちゃん独な、そうなんですね誰が喜んでるってこの組み合わせ、てっちゃんがすごく楽しみにしているだろうなっていう夢の対決が叶いましたね、うん、いや仙台まで行った甲斐ありましたよ、本当ですね、うん、ということでこの1年、はい、はるちゃん的にはいかがでしたか。私はですね、結局ね、試合を1試合しか現場で見てないんですよ。現場ってムサリクにね、うん、FC 大阪戦を見に行ったのかな。あ、行ったね、はい、リアルで見れるっていうのは、うん、いいなって思ったのと、うん、それからその時まだ声援はダメ、うん、拍手は OK、うん、今も声援はダメだけどね。あ、声援ダメなのか、うん、でそのみんなでね、この試合を成立させるために支え合ってる感が、あのボランティアの人たちが一生懸命消毒してくれたり熱を測ってくれたりとかあって、ね、はい、うん、J リーガーウォーズの時に久子様が、今年1年ちゃんとこれをオーガナイズして運営してくださった方たちにねぎらいの言葉をおっしゃってたのがね、あのサステイナブルという言葉が流行っていますけれども、続けていくっていうことはものすごく大変だなということを今年はいろんなところで感じることがあったと思うんですけど、うん、続けていくことってやっぱり大変なんだけども、はい、やっぱ続けていくことによってこう、うん、何でもないものに価値がどん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 、そうですね、こう価値と深みが生まれてくると僕は信じているので、はい、あの来年もコツコツと、はい、このメディアを続けていきたいと思っております。ということで、はるちゃん、今日はありがとうございました。はい、あのこれを見てくださっている皆様も、はい、あのいろいろ大変だと思いますけれども、うん、お体を大事に、はい、一緒にサッカーを楽しんでいきましょう。はい、じゃあ、皆さんにとって、はい、2021年が良い年でありますように。そうですね。はい。来年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さようなら。さようなら。ありがとうございました。